皆さんこんにちは。沖縄カフェのヘルシーレシピです。台風はとうとう過ぎ去って綺麗な沖縄が戻ってきました。よかった、長かった。 Hello everyone, now finally 台風 has gone. Today we have blue sky, clean air. Yeah, this is 沖縄。今日も、ヘルシーなレシピ作っていきます。今日はですね、牛丼なんですけど、お肉よりも、玉ねぎと白滝の量の方が多い牛丼です。Do you know 牛丼? This is similar to sukiyaki. Sukiyaki is famous, right? 牛丼 is also very traditional and popular Japanese food. My 牛丼 recipe is very healthy. So many vegetables in it. 材料は後でまとめますが、牛肉 500g に対して玉ねぎ2個、それから白滝1パック大きいやつなんですけど 400g も入れます。玉ねぎ1個分の代わりに、エリンギとかのね、キノコ類にしても美味しいですよ。今日は玉ねぎ2個で作っていきます。お鍋にどんどん材料を入れていきますね。お水が 400ml 入ります。 Water and soy sauce、 お醤油も入ります。あとでこれ足すんですけど、全部で、大さじ5杯入ります。今はね、大さじ3杯しか入れてないですけど、全部で5杯入れます。それから生姜ですね、 A bit of ginger paste。 あとみりんですね。みりんは、醤油と同じ量ですね。全部で、大さじ5杯入れます。ここでは大さじ3杯しか入れてないですが、全部で5杯入れます。 This is a みりんソースね。みりん is a kind of sake. We use みりん a lot for Japanese food. それからお砂糖も入ります。お砂糖は、ここでは大さじ 1.5 しか入れてないですけど、全部で大さじ3杯入れます。This is a brown sugar. ここまで調味料を入れたものを、軽くかき混ぜまして、あとは残りの、お肉以外の材料、要するに全部ぶち込んでいくわけですが、玉ねぎ2個分ですね。Sliced onion。それから白滝もぶち込みます。This is a 白滝。This ingredient is a very Japanese one, made from potato. We use this for Japanese food very often because this is very healthy one.お肉以外の全部の材料を入れましたので、中火で10分煮ますね。 Simmer on medium heat for 10 to 15 minutes。 水の状態から煮込んでいくので、ちょっと時間がかかるように最初は思うんですけども、もうね、10分後だとこんなグツグツで、こんな感じですね。まだちょっと、玉ねぎの透明度が足りないので、あと5分足して全部で15分煮ました。Simmer for 15 minutes and add beef. 玉ねぎが透明になりましたら、一気にお肉を加えてしまいます。塊ができないようにほぐす程度で、あとはね、放置で5分煮ます。ほぐすぐらいですね。アクも私はめんどくさいから取らないんですけど、気になる方は、お肉煮ながらアクを取ってください。はい、やや薄めの味付けになりますので、味見して、こんな風に適当にお好みの、調味料を足してくださいね。私は全部で、お水400、醤油は大さじ5杯、みりん大さじ5杯、お砂糖は大さじ3杯になりました。全部でこれぐらい入れました。でもそれでもまだ薄味だったので、濃い味がお好きな方は足したり、甘めが嫌いな方はお砂糖を減らしたり、ご自分用にカスタマイズしてください。さらに美味しくするコツなんですけど、一回ですね、ある程度冷ましてからもう一度温め直すと、味が染みて美味しい美味しい牛丼になります。はい、本日のおまけはロミロミサロンと焼き菓子屋さんですね。うるま市というところがですね、ありまして、あんまり観光地としては知られてない、そんなには有名ではないんですけど、こういう個人店で素敵なお店がいっぱいあります。ロミロミもすごくおすすめですし、こちらの焼き菓子もとっても美味しかったです。説明欄にこの2つのお店の情報を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See you.